どうも皆さん、こんにちは。はるやでございます。今回はですね、またまたケイトから、新しい、限定パレットが出たということで、早速ケイトが大好きなはるやゲットしてまいりました。もうコスメ好きな方だったらチェック済みかと思うんですけれども、今年のね、11月1日に発売されたケイトの限定パレット。こちらです。はい。ケイトディメンショナルパレット、私は EX1 番をゲットしました。前回はですね、歴代のアイシャドウをね、いっぱい集めたアイシャドウパレットだったと思うんですけれども、今回はですね、じゃじゃーん、こんな感じになってます。よいしょ。はい、こんな感じ。まあ、見てみる感じはアイシャドウ、チーク、そして、こちらマットな、パウダーが、2つ揃っています。ちょっと箱開けちゃったんですけど、まあ、簡単に言うと、アイシャドウ、チーク、アイブロウで元旦に骨格際立つ立体フェイス、彫り深い印象の顔立ちを作る骨格リメイクパレットということで、まあ、このね、パレット1つあれば、まあ、メイクもね、しっかりできて、そしてなおかつ、まあ、ケイト大好きですね、そういう立体とか、なんていうのかな、彫り深とか、そういう感じのね。他に2番がね、もう一つが、まあ、どちらかというと、ブルーベースの人が合いそうな、ラズベリーっぽい感じの、ベリーっぽい感じの色だったので、まあ、私はね、まあ、どちらかというと、こういうちょっと黄みがかった方が、まあ、イエローベースだからそっちの方が似合うだろうし、あとは、これからの季節にね、クリスマスとか、パーティーとか、いろいろあると思うんだけども、まあ、こういうなんかオレンジゴールドとか、なんか冬っぽくて可愛いし、このね、チークの組み合わせ、このピンクのチークの組み合わせがすごく、なんか冬っぽくて可愛いなっていうのもあって、EX1 番にしました。では、メイク動画をね、お見せしたいと思うので、VTR、レッツ、スタート。それではケイトメイク始めていきます。よし、今回も行くかい。ベースメイクはケイトのスキンメイカーゼロを使っています。まずは眉から仕上げていきましょう。パレットの右上の濃いマットなブラウンをブラシに取って足りない部分を埋めていきます。こちらのブラウンは発色が良く馴染みが良くってアイシャドウの締め色にもバッチリ使えると思います。次に右下の薄いブラウンを眉頭の足りない部分に埋めていきます。こちらは後ほどノーズシャドウでも使えますよ。次に眉マスカラで眉毛をカラーリングしてなじませていきます。そして次はマットマシャーアイシャドウです。まずは左上のオレンジゴールドをアイホール全体に塗っていきます。このシャドウはすごくキラキラしていてクリスマスにぴったりだと思うんですけれども、何よりケイトらしいこのキラキラ感全面に出してます。ケイト好きならわかるかもしれないですね。とても発色がいいので、ブラシで塗ったら今回は外側を指でぼかしました。次に右下の濃いブラウンを目の際に入れ、二重幅の線に向かって上にぼかしていきます。さらに目尻に広めにポンポンと置くように入れてからブレンディングブラシでぼかしていきます。そして下目尻にも同じく濃いブラウンを入れて軽くぼかします。そしてパッケージに書いていたんですけれども、真ん中のピンクチークを下まぶた全体に入れていきます。こうすることでアクセントの効いたモードでかっこいい印象になれるんだそうです。そして次はアイラインです。ケイトの新しいアイシュレットマーカーを使っていきます。目の際をポンポンとスタンプを押すように少しずつ埋めていって、今回は目尻は少し長めに引いてみました。このアイライナー使いやすいね。ライナーが乾いたらビューラーでまつげを上げていきます。そして、マスカラを上下にたっぷりと塗っていきましょう。そして先ほど眉で使った左下のシェーディングパウダーを眉頭の下から鼻の側面に沿って入れてよくぼかします。こちらのパウダーはですね、結構しっかりつくので、スポンジや最初からブラシで、使ってよくぼかすと綺麗に仕上がると思います。
そしてさらにですね、眉下に薄くぼかし入れることで目元の深みが際立ち、彫り深くパッチリとした目元になるのだそうです。そして次はチークです。手の甲などに一度ぼかしてから、頬骨からこめかみにかけて、斜めにぼかしていきます。こちらもチークがですね、結構発色がいいのでしっかりとぼかしていった方がいいと思います。なので私も意外に発色が良くてびっくりしています。手の甲で、払ってから、つけるようにしましょう。そしてリップはですね、MAC の日本というピンクカラーを使っていきます。シャドウやチークのカラーと、とてもこのカラーはですね、とても個人的に、はい、好印象だったので、この使いやすい MAC のピンクリップ、とってもおすすめです。そして最後はケイトで終わろうかということで、ケイトのですね、同色のピンクグロスを、塗ったらメイクは完成です。やりましたね。